2024年7月13日、14日、15日と3日間に及ぶラッキーフス24がついに幕を閉じた。曇天からの雨、そして太陽の日が注ぐ晴れ、茨城国営ひたち海浜公園はいろんな景色を見せてくれた。天候は天然の特攻だ。日差しの強さも暑さをしのがせてくれる霧雨も、そして全身びしょ濡れにさせてしまう最終日の昼前も、この日というかけがえのない一瞬一瞬をより強く深く思い出に刻み込んでくれる天からの恵みだ。そしてそれはフレンズたちが作り出す生きうごめく大きなうねりとなって、ステージ上に立つアーティストたちを大いに刺激する。フレンズたちの興奮はそのままアーティストの表情に、アクションに、 MC となってエネルギーの交換が繰り返されてきた。アーティストエリアではリラックスしたアーティストたちが思い思いの時間を過ごしていた。世代もジャンルもアティチュードも超えて、いろんなアーティストたちの交流が盛んに行われていたけれど、みなラッキーフス24の気持ちよさを語らい、楽しげに熱量を共有していた。ラッキーフス24では多くの感動と興奮の3日間を楽しんだフレンズたちだったと思うけれど、同じだけの情動がステージ側にも渦巻いていたのだ。ラッキーフス24に出演したアーティストたちは、その足跡を刻むがごとく用意されたパネルにサインを残してくれた。13日、14日、15日に書き加えられたこの3枚のパネルにこそ、ラッキーフス24が達成した濃密なエンターテイメントの証だった。2024年7月13日、2024年7月14日、2024年7月15日総合プロデューサー、堀吉人文、烏丸哲也、バークス。